笑顔で見てね。はい、合ってるよ。大丈夫？いい？はい、じゃあこれで、ね、はい、お願いします。このカメラで。笑顔でお願いします。はい、じゃあこのカメラで。笑顔ね。はい、もしお願いします。はい、いいですか、橋本さん。はい、じゃあ、橋本さん。あ、いい？橋本さん、大丈夫？橋本さんはいいですね。はい、じゃあ、橋本さん。はい、このカメラね。このカメラ。はい、笑顔で。はい、じゃあ、はい、じゃあ奥からどうぞ。奥から詰めてお座りください。はい、それではどうぞ皆さんお座りください。お願いします。はい、それではですね、一番奥13番の方ですかね、13番の方から順番に一人ずつ、一旦お立ちいただいて、審査員の皆様端っこまで聞こえるぐらいの声で、お名前と、簡単な自己 PR のみで結構です。はい、こういう順番に言っていただけますか。はい、では13番の方。トータルベネフィット所属、漫画家になったレスクイこと小野さゆりです。2010年は車選び .com とあとサミーのイメージガールをやらせていただいております。特技は土佐直伝遠心流居合道の三段ということで、こういった畳とか大根とかをバサッと切ることができます。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。はい、結構です。どうぞ続けてください。トータルベネフィットから参りました小林葵と申します。私は昨年からスーパー GT300 クラスのスバルのチームでレースクイーンをさせていただいております。それに関しましてスバルの、オートサロンやモーターショーの仕事などをさせていただいております。ラウンドガールの経験はないんですけれども、来月の23日は私の誕生日なんですが、これを機会にですねお仕事をさせていただいて新しい1年のスタートを切りたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、では続けてください。はい、プロモーション所属の高橋明と申します。本日、グラビアアイドルの方の活動を中心に、あとまたライブの方を一生懸命やらせていただいています。今日はこのような面接のような形は初めてなので緊張していますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、続けてください。はい、私は愛の代表と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は2010ビースターイメージギャルとしてスーパー GT と D1 グランプリの方に参加させていただいております。それ以外にもモデルですとかレポーターのお仕事をさせていただいております。こちらのお仕事をさせていただけたら笑顔で一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞ続けてお願いします。はじめまして、こんにちは。リンクプロモーション所属の畑芽衣です。普段はイベントコンパニオンやアマチュアチームですがレースクイーンをさせていただいています。もし、ラウンドガールをさせていただく際には、ベテランの宍戸選手、梅野選手、日本人選手を応援していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、結構です。はい、続けてください。はじめまして、岡田千穂です。普段は虹色スイッチという5人ダンスアイドルユニットで月の半分はライブ活動しています。他にも舞台や CM、ドラマ、撮影会などで活動させていただいております。でシュートボクシングやレースクイーンとかラウンドガールやレースクイーンとかはまだやったことないので初めての経験で緊張していますが、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、続けてどうぞ。ピンクプロモーション所属の谷川真澄です。よろしくお願いします。私は岡田千穂ちゃんと一緒で5人組のアイドルユニット虹色スイッチというグループを組んでいます。でまだまだラウンドガールというのは初めてで、シュートボクシングをまだ勉強中なのですが、格闘技やキックボクシング興味があるので、それを機に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、続けてどうぞ。エントリーナンバー21番、吉田と申します。よろしくお願いいたします。
私はモデルの仕事を始めて4年になります。今年は横浜タイヤ様のファーのイメージガールをやっております。その他にも中国語の通訳としてマルチな活動をしております。一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、続けてください。はい、22番ルイです。人前で喋ることがすごく苦手なんですけれども、ダンスの仕事とモデルの仕事、主にショーモデルをやっています。なので人より表現力だったりとか、自分を表現することはすごく得意です。ぜひよろしくお願いします。はじめまして、25番下村のり子です。よろしくお願いいたします。私はイベントコンパニオンを普段はしております。ゲームショーやモーターショーなどでいろんなブースでお仕事させていただいております。今回こういったらラウンドガールのお仕事を初めてエントリーさせていただきまして、ぜひ皆さんと一緒に素敵なイベントにしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、結構です。それでは、一旦こちら自己 PR は、やっていただいて、まずここで、審査員の皆様方から何かお尋ねしたいことがございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。まずはございませんでしょうか。ピンポイントで、はい、どうぞ。自由に手を挙げていただいていいんですけども、ご自分が知っているシュートボクシングに関する一番マニアックな情報を何か教えてください。はい、選手でもルールでも、関係者でも何でもいいんで、私はこんなにシュートボクシングに詳しいということをアピールしていただけるとこちらは嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、私もシュートボクシングは詳しくないんですけれども、事前に調べた情報だと今回の大会は世界大会ということをネットで拝見いたしました。以上です。はい、もう結構でございますね。はい、どうぞ他に。はい、はい、どうぞ。私この間調べて、まだ私がちょっと聞きたいなと思うことなんですけれども、はい、タイ人のブアバカを選手はトーナメント出場はされるのそれはシーザー会長で直接聞いてみてください。じゃあ飛ばず面白い答えてください。まだ分からないです。若は、いけるようになります。大会には出ます。はい、他になければないでいけるんですよ。大丈夫ですよ。はい、はい、はい。他に審査員の方からは、ございませんでしょうか。はい、どうぞ。22番の方は、22番の方、はい、ダンスをやっててっていう話なんですけど、体は柔らかいんですか。多分かなり柔らかい。かなり柔らかい。その柔らかさっていうのを表現してもらえます。わかりました。じゃあちょっと簡単に普通に改革で大丈夫ですか。何でもいいです。大丈夫です。全部Y 字とかもただちょっと今日は水着なので Y 字バランスはやめておきます。はい、非常に柔らかいバランスで、はい、結構です。他にピンポイント、今のピンポイントでどのナンバーの方というところの結果ですから、そうしましたらちょっと順番にですね、先ほども行ったんですけれども、知らなかったら、興味がなかったり知らないというんであれば全然結構なんですけれども、じゃあ順番に、好きな格闘技または格闘家を言っていただいて、格闘技知らなくても全然別に知らないから、そういうのはないので、知らなかったら何も言わないものなので、好きな有名人の名前だとかを言ってみてください。それでは反対側からいきましょうか。こちら25番、4番、5番、ごめんなさい。はい、だった。申し訳ないんですが、格闘技あまり詳しくなくて、はいはい、好きな有名人は男性ですか。もう男性でも女性でもいいですよ。あの理想の女性でも。松たか子さん。松たか子さん。はい、はい、結構ですよ。はい。じゃあ続けてどうぞ。はい、結構です。最近の選手はちょっとあんまり知らないですが。はい、ウルフともいいですよ。イルコプロコップさん選手とか、はい、そのジェロム・レバーナ選手とか。はい。はい、結構です。はい、続けてどうぞ。はい、女性の方でルナさんという女性の方がすごく輝いてるなと
ました。以上です。はい。どうぞ。以前柔道家だったんですけど、今格闘家に変更したあの泉博史選手が好きです。はい、ごめんなさい。どうぞ。泉博史選手が好きです。ありがとうございます。はい、はい、格闘技はあまり詳しくないんですけど、まあ、無難な感じになっちゃうんですけど、マサト選手が好きです。はい、続けます。私も同じなんですけれども、マサト選手が好きで、三軒茶屋の学校に通っていたので、マサトさんのボクシングジムはよく通っていたので、マサトさんがそれから好きになります。はい、結構です。どうぞ。あまり詳しくなくて同じくになってしまって申し訳ないですけど、マサト選手です。はい、結構です。では続けてどうぞ。はい、私は総合格闘技が好きで、もう引退されてしまったんですが、須藤元気さんがすごく大ファンで、引退試合は何回もリピートをして録画をして泣いて、はい、大好きです。以上です。はい、続けてどうぞ。はい私は格闘技はあまり詳しくないんですけれども、以前バイトしていたお店に泉博さんがよくいらしていただいてまして、それから応援しております。はい、ということです。はい、最後ですか。どうぞ。はい、私は一緒にお仕事をさせていただいてすごく魅力的だなと思ったのが、山本キッドさんと、あと亀田大輝さんです。はい、はい、ということですよ。どうぞ。はい、はい、そうしましたらですね、これも、まあ、もし皆様の中で、何か PR できるものがあれば手を挙げて PR をしてみてください。まあ、先ほど例えば24番の方ですかね、20番の方もやっていただいたんですけど、まあ、他にあればあったら結構なんですけど、先ほどなんかは何かモノマネをした子とかが方とかがいらっしゃったんですが、何か見せられる特技だとか、そういうのがあったら PR してみてください。なければないで全然結構ですが、はい、いかがでしょうか。ございますか。無理にとは言っておりませんので、なければないで結構ですが、はい、習ってるものでもいいですし、ございませんか。はい、ありますか。はい、どうぞ。今お見せできるというものではないんですけど、はい、私も結構体が柔らかくて、はい、Y 字バランスはできます。はい、今ちょっとできないんですけど、はいはい、何かうまくものがあればできるんですけど、なるほど、ちょっとお見せできなくて残念です。特技は、はい、四つ葉のクローバーを見つけることです。四つ葉のクローバーを見つけること、はい、もう何かそれはパッと見たら四つ葉のクローバーがあります。ぜひ探すんじゃなくてパッと見たら、はい、見たらあるんですよ。意外とあるので皆さんも探して幸せを見つけてみてください。なるほど、はい、非常に結構です。今みたいなことでも全然結構です。こういうので PR ができる方がいれば、できなければ、いなければ結構ですが、いかがですか。よろしいですか。はい、もう一度改めて審査員の方から何かございますでしょうか。はい、どうぞ。